まだまだマキューさんから。おじさんになって目指す場所、池おじとか高校やじゃなくて、みやびだよね。まあ、うっすらなんかわかる気はしますよね。うん。ね。歳を追うごとに、そのなんか、行けたい、その、ジローラモ的な方とかじゃないしね。ね。ましてやもうね、リュウチシュウにもなれないし。とりあえず見た目は普通だけども、みやびでいたい。小さっぱりとしていたい。小さっぱりとしてギトギトしてなくいたい。結果、みやび。ちょっとわかりますかね。うん。俺最近ね、これ自分でもどうかなって思うんだけど、なんかいろいろとこう考えるじゃないですか。こういうね、活動をしてる中で。で、何かなって、これ本当にね、もう嫌なんだけど、言うの嫌なんだけど、最終的に最近ね、粋だなっていう概念に目覚めまして。あ、これは粋だね。まあ、こういうことをやるのはあんま粋じゃねえかな。これはまあ、粋だね。ずいぶん粋なことをしてるじゃないか。なるほどね。いやいや、こういうのはもう、やぼったくてしょうがねえ、みたいなことをね。意外と、なんかそのね、ちょっと、ギャグっぽくなるんだけど、割と、なんか、俺の評価基準みたいなもの、天秤みたいなもの、割と粋ってあるなっていうのが思って、あー、やっぱそうなんだ、俺ってって。これ、みやびとあんまり変わんないですよ、多分、概念として。あ、そうだよ、俺、粋になりたいんだ、俺って。こうやって言ってる時点でもう野望の極みですからね。ね、もうね、もう野暮力として、ね、今回開き直ってね。いやでもまあ、俺はまあまあ野暮力で通ってるけどよ。それでもやっぱね、お前さんのそうやってることはもう粋じゃねえよ。っていう風な、ご意見番みたいになってく。これ、コーナーであるかもしれない。ね。粋か粋じゃないかのコーナー。今後やるかもしれませんね。ね。皆さんにいろんな事象を送ってもらってね、これは力士さん粋ですかってね。で、それを見て俺が顎の下書きながら、まあ、粋じゃねえかな。まあ、それを何も言わずにできたら、まあ、それ粋だよ。もうダメだ、もう、なんか執着液が見えてきたな、なんかいろいろと、ね。でもまあね、そういうことをね、まあ、こっそりとね、ひょっとしたらね。で、やだな、今後なんかコラボ配信とかでいろんな人やってる中で、俺がなんかやった時に、粋だねえってコメントが流れてきたら。けげんな目で、共演者から荒れされますよ、本当にね。デビルのなんかマイク買い替えたやつ出たのかい？ずいぶんでけえ声で言ってるじゃないか。ねえ、いや、こういう時はね、やっぱりの、でかい声出したら粋だね。うるせえ全員うるさい。いいじゃないですか。でも、もう野暮力でやっていきますよ。